多くのアーティストが公演を行った群馬屈指のライブハウス、高崎クラブフリーズが一時閉店することを発表しました。発表があったのは昨日4月5日、高崎駅から徒歩10分の高崎市宮本町のライブハウス、高崎クラブフリーズで一時閉店することを公式ツイッターで発表しました。高崎クラブフリーズの発表によりますと 入居するテナントビル売却に伴い6月26日の営業をもって店舗を退去し一時閉店するということです一時閉店に伴う移転先は現在物件調査中としていますが詳細は未定で決定し次第発表するということですまた一時閉店後の6月27日以降の公演は詳細が決まり次第 高崎クラブフリーズ側や各アーティストのホームページで、こちらも発表されるということです。今日、四月六日現在、各公演予定のアーティストの発表によりますと、多くの公演は移転先や延期を経て実施する。一方で、一部公演は中止も含まれているということです。高崎クラブ・フリーズは、二千四年のオープンから今年で十八周年を迎え。 これまで多くのアーティストが公演を行ってきました。